1900年頃の第10代リーズ公爵第10代リーズ公爵ジョージ・ゴドルフィン・オズボーンはイギリスの政治家、イングランド貴族。1872年までダンビー伯爵の儀礼称号を1872年から1895年までカーマーゼン公爵の儀礼称号を使用した。1887年から1895年まで保守党員として庶民院議員を1895年から1896年まで王室会計長官を務めた。第9代リーズ公爵ジョージ・ゴドルフィン・オズボーンと妻フランシス・ジョージアナ、1836年12月26日、1896年10月26日、第4代リバーズ男爵ジョージ・ピット・リバーズの娘の次男として、1862年9月18日にパークレーンのハートフォードストリートで生まれた。1876年から1880年までイートンカレッジで教育を受けた後、1882年1月31日にケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学した。1887年7月19日、ブリクストン選挙区の補欠選挙で保守党候補として出馬、3307票対2569票で自由党候補、ジェームズ・ヒルを下して当選した。同年から1888年まで植民地大臣の第2代、準男爵サー・ヘンリー・ホランドの秘書官補を務めた。1892年イギリス総選挙では4061票対3204票で自由党候補、リチャード・スタップリーを下し、1895年、イギリス総選挙では4199票対2199票で、第3代準男爵サー・ロバート・ガーネット・ヘッドを下して再選した。直後に第3次ソールズベリー公爵内閣が成立すると、1895年から1896年まで王室会計長官を務めた。1895年12月23日に父が死去すると、リーズ公爵位を継承した。1898年から1927年までロンドンカウンティカウンシル議員を務めた。第一次世界大戦では1914年から1919年まで志願兵としてイギリス海軍志願予備員の中佐になった。その後、1921年から1922年まで国王ジョージ5世の栄位コールド艦の一人だった。1927年5月10日に肺炎により、ベルグレービアのグローブナークレセント11号で死去、14日にホーンビーで埋葬された。息子、ジョン・フランシス・ゴドルフィンが爵位を継承した。ギャンブルにより多額の負債を残したため、所領のホーンビー城は死後の1930年に解体、売却された。1884年2月13日、キャサリン・フランシス・ラムトンと結婚、一男四女を設けた。ありがとうございます。